時刻は夜7時を回りました。今夜も始まりました、生きづらい系シンガーソングライター風見静香の大丈夫一人じゃない。この番組は生きづらいを生きやすくをモットーに、生きづらさを抱える人たちに、私も一緒だから大丈夫だというそんな安心と共感、安全を届けていく、そんな番組でございます。ということでね、2月になりましたけれども、今日はですね、私が収録している日はバレンタインデーキッスな、バレンタインな同日でございますけれども、皆様チョコは今日いただきましたか？私今年はですね、まあ、来週というか今週末のね、ワンマンライブでね、定期ワンマンライブで皆さんにチョコレート、手作りチョコをねお届けしようかなと思っておりますけれどもね、昨日まではねすんごいなんか落ちてたんですよ私もうなんか3日に1回ぐらいなペースで私は落ち込んでるんですけれども、なんか本当こういう自分に疲れるなぁなんて思ったりするんですけれどもね、まあ上がったり下がったり休みながらね、そうやって前に進んでいけばいいんじゃないかなって。だからたまにはね、とってもダメな日があってもいいんじゃないかなって思うし、今日が頑張れればいいやってなんか今はそんな風に思っております。ということで、今月もですね、光テラスの皆さんと一緒に、収録させていただきましたので、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。それでは聞いてください、どうぞ。はい、ということで今日も光テラスの皆さんにお越しいただいております。皆さんじゃないけど今日も光テラスのから、代表のチャルさんが来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おかしいね、なんか前回だと、ね、また今日たくさん来る予定だったはずなんですけれどもね、ちょっと予定が合わず、みんな学校でみんな学生忙しいですもんね。そうみたいです。なんかもうじゃなんかね、あの今日は私と千春さんでまた今日も2人でねお届けしていこうかと思っておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、光テラス、今日ね初めて聞いた方に光テラスとは何ぞやというのはちょっとお願いします。言葉の発信地光テラスは、生きる希望へつなぐ言葉の発信地っていうものをコンセプトに、生きづらさに共感とか理解をお届けするウーマガジンやこういうラジオを作っている団体です。イエス、ありがとうございます。もうなんかこう、まあ、私もねこのラジオは生きづらいを生きやすくっていうのをね、まあ、テーマにやってるんですけれども、はい、そもそもその生きづらさってどうしたらその脱出できるんだろうかっていうのね。あー、なんか個人的には、うん、生きづらさを脱出するっていうよりかは、うん、生きづらさを和らげるとか、うん、緩和するっていう方が個人的にはしっくりだなと思っていて、うん、なんだろう、急に脱せるものではなくてだん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 なっていくよっていうこと、うん、もうそうだし、うん、なんかそもそも生きづらいっていうもの自体が感情だから、うん、それを消すことは難しいのではないかなって思ってて、まあ ねうん、それだったらその生きづらさを今大きい状態だけど、うん、少しずつ小さくしていった方がいいんじゃないかなって思ってて、うんうんうん、なんかその私傷でそうだなと思ってて、なんか傷って治らないと思うんだよね。その治らない、わかる？なんか開いた穴は塞がらないと思っていて、そうなんか小さくはなるだろうけど、うん、完治って多分 100% 難しいんじゃないかなと。ないことはないかもしれないけど、うん、なんかそれに似た感じかな。なんか生きづらさ、うん、生きづらくないっていうことはないけれども、うん、あくまでもそのなんかその傷をちょっとちっちゃくするとか、なんかどうしたらこの傷が痛まなくなるかみたいな方法を知ることはできるよねみたいな話かな。そうだし、なんかそのちっちゃくなって、うん、他の感情が大きくなればいいだけの話だから、うんうん、それこそなんか嬉しいとか楽しいとかっていう感情が大きくなればいいかな、それよりも。そうだね、なんかたとえ生きづらいことがあったとしても、自分の中でこれがあるから最高だみたいな、私で言ったらまあ歌があるだとか、うん、なんかそういうことがあることによって人は生きるに結びつくんじゃないかっていうことだよね。そう、うん、そうだと思います。なんかその共感、うん、なんか共感ってやっぱ、うん、私はすごい難しいことだなと思っていて、うん、なんかこう社会に対してそういう共感を求めて、もう絶対に批判されるのが 100% じゃんか、うん、なんかそこはどうしたらいいんですかっていうのをすごい思っていて。そう、なんか前一緒に活動していた人が、うん、なんか共感と理解って違うよねっていう話をしてて、ほう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 、それこそなんかこの、すごい昔にしーちゃんと一緒に団体やってた時に、なんか共感って経験したことしか共感できないよねっていう話をしてて、もう本当にその通りだなって思って、
まあ、社会一般の人が、うん、なんか同じような経験をしてきてるわけではないじゃん。そうだね、うん、って考えたら共感してもらえることは結構キウなんだなって思ってて、キウ、ケウ、ケウ、ケウだね。貴重だなって思ってて、はい、貴重。なんかそれだったら社会に理解を求めた方がいいんだけど、うん、その理解すら難しいよねっていうので、うん、今すごいぐるぐるしている、うん、その共感と理解のその違いっていうのは、その共感っていうのは経験した人にしかできないことだけど、うん、理解っていうのは全ての人にできるよねっていうこと。そう、うん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 、知識を持って把握するってことだから、うん、多分理解って知識は誰でも得られると思う。うん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 、勉強したりとか、うん、なんかそれこそその人の話を聞くことによって、うん、把握はできるよねっていう。私、まあ、私たち人間は想像するということができますからね。そうそうそう。うんうんうん、ただなんかそこの理解までに追いつかない人もいて、うん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 、なんだろう。結構さ、うん、例えばね、うつ病とかさ、うん、不登校とかって、うんうんうん、社会一般から見て結構色眼鏡で見られることがすごい多いというか、はい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 、色眼鏡で見られると一気にその理解に追いつかないんだよね、うん、なんかこういうことでしょ、そういうことでしょみたいな、うん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 、なんていうんだろう、理解は理解でも、うん、正しい理解ではなくって、うん、ちょっと曲がった理解になっちゃうんだよね、うんうんうん、正しく理解するっていうのは多分全国民のこう課題でもあるのかなと思うけどね。すっごい難しいと思う、正しく理解するのは。どうしても人間って自分の価値観がこう入ってしまうもんね。そう、特になんか日本人ってこうね、ステレオタイプっていうんですけどね、うん、なんかこう、まあ、なんかみんなが言ってるからそう見えてしまう。自分は本当多分分かんないけど、実験してみたいなって今すごい思ったけど、うん、例えばこう目の前になんか緑のものがあるとする、うん、でそれに対してみんながあれが赤だって言ったら、多分いらない日本人はそっかあれ赤なんだって言い出すんじゃないかなぐらい、なんか日本人ってその周りの言葉の影響力ってすごい強いんじゃないかなと思ってて、うん、めっちゃ極端だけどね、まあ、それは極端だね、うん、でもなんかそれぐらい日本人ってこう周りに同調する風潮があるなっていうのはすごく思ってて、うん、本当に不登校なんか本当分かりやすいよね。その理解っていう部分では、まあ、うんうん、学校行けないのかっていうのはできるけど、本当の意味で共感ってできてるかって言ったらやっぱ難しいもんね。だそもそもなんかその理解ができてるかっていうのも怪しい、実は。まあそうだよね、なんかその子は、うん、学校に行けないかもしれないのに行きたくないって思われてて、うん、っていうパターンもあるし、なんかその不登校もね、なんかこう言葉一つで取ったらいろんなね妄想がきっといろんな方々がいろんなこうイメージがあると思うんだけど、うん、なんかこう私たちはやっぱ自分たちも当事者だったりとか、いっぱいたくさんの子たちに触れ合ってきてるからこそ、その不登校に対してのその、うん、なんだろう、色眼鏡ってすごくまあ人よりかはないのかないっていうのか、薄くなってきたよね、薄くなってるのかなっていうのはあるけど、うんうん、なんかどうしたらその一般の人たち、一般の人たちっていうなんかその区切りもまたはって感じだけど、うん、なんかどうしたらその人たちにこう理解っていうのはしてもらえるのかなっていうのはどう思います？なんかそれこそやっぱりすごい難しいんだけど、うん、なんかそこに至るまでにはすごい大きい力がないと難しいなって思っていて、そういう私たちみたいな当事者だったりとか、うん、正しく理解してくれた人がどんどん広めていかなきゃいけないなと思ってるんだけど、うん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 、社会ってすごい広いじゃん、うん、どこまでが社会かわからないけど、そうだね、まあ、全てだからね、言うてね、そう、うん、って考えるとやっぱり大きな力が必要で、うん、なんかそれこそなんか一番いい例は LGBT だなって思ってて、うん、LGBT って昔すごい知名度なかったじゃん、うん、本当にマイノリティのマイノリティみたいな感じだったけど、今はもう本当にいろんな人が理解してる、うん、理解してるっていうか、あ、そういうことねっていう感じじゃん、うんうんなんかそれがいいロールモデルになるんじゃないかなって思ってて、うん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 、不登校にしても、まあ、その精神疾患とか生きづらさに関して、うんうんうん、すごく難しいよね。難しいって一言にくくってしまったらね、うん、もう本当になんか元も子もないんだけれども、そうなんかでもやっぱもうどんなこともそうだけど、やっぱ一人の人間なわけじゃん、 うん、そこにはさ、その背景があるっていうことをまでも想像してほしいなと思っていて、例えば、うん、最近出会ったね、その小学校6年生の女の子とかは、うん、その子はもうすっごいまっすぐな子なわけ、うん、なんかもう正しいことは正しいってすごくはっきり言うし、うん、間違ってることは間違ってるっていうことを言うことで、うん、
逆にそれで意地悪をされてしまって学校に行けなくなっちゃったっていう子だったのよね。あ、なんかそれってさ、全然さ、その子がさ、別に学校の勉強が嫌だとかさ、打たれ弱いとか、うん、そういうことでも全然なくて、むしろ正しくて、正しいとなんぞやだけど、正しくと言い過ぎちゃって周りからこう意地悪をされてしまって結局学校行けなくなっちゃったっていう子もいるんだよね、世の中には。うーん、なんかこう私はすげえそれが悔しくて、どうして間違ったことしてない子たちがなんかそんな風な苦しい思いをしなくちゃいけなくてっていう、 なんか結構世の中ってそういう人の方が多いんじゃないかなって。それは私も私で色眼鏡なのかもしれないけど、なんかこういう人がいっぱいいるだろうっていう、でもなんかすごいそれが悔しかったんだよね。なんか間違ってないよって、とにかく私はいつもこうラジオもそうだし歌もそうだけど、やっぱ間違ってないんだよってことをすごい伝えたいなと思っていて、だってなんかその人が感情で感じてるっていうのはさ、事実なわけじゃん。だからなんかこう生きづらいもそうだし、死にたいって一言もそうかもしれないけど、なんかその一言にすぐこう大人はさ、そんなこと言ってんじゃないとか、学校行きなさいとか、っていう言葉で片付けてしまいがちだけど、やっぱりその背景にはどんな意図があるのかなとか、どうしてそんなこと言ってるのかなとか、そういうなんかこうその言葉の裏側をね、なんかこう想像できる人たちがなんかもっともっと増えてくれたらいいなっていうのを私はちょっと思っております。はい、その理解とか共感とかって話をしてきたけど、これまでね、けどその理解とか共感とかって誰のためにしたいのかっていうと、その今生きづらさを持った人だったりとか辛いなって思ってる人たちのための理解や共感なわけじゃん。それだったらまずその人のためになるためにはどっちを選択するべきかって言ったら共感だと思うんですよ、私。その理解ってなんか社会に理解を求めるって言ったらアプローチ方法は社会なわけじゃん、一般な人、当事者には向けてないわけだから、それよりもまずその当事者の人にの気持ちに寄り添ったりとか、辛い気持ち、同じこと言ってる、辛い気持ちに寄り添ってあげることが重要だなって思っていて、そうしたら社会全体になんか理解を求めるんじゃなくって、その当事者のための居場所を用意するべき、寄り添うため、寄り添う場所を作るのが一番大事だなって思っていて、それが社会のどっかしらじゃなくてもいいし、社会の本当に隅っこでもいいんだけど、社会全体に居場所を作る必要はないなって思ってて、それはでもすごくこうなんかハッとその言葉させられるよね。確かになんかこう社会というものに理解をしてほしいみたいなさ、なんかそんな自分になっちゃってたんだなって。そうじゃなくて別に社会っていうものに理解じゃなくても、本当隅っこでもいいから自分のことを分かってくれる人たちがいるっていうことを求めることの方がいいのではないかってことだよね。私多分なんかそういう人たちって社会全体では目立たないかもしれないけど、実はいっぱいいるなって思ってて、なんか実はいるよみたいなさ、なんか結局その生きづらいっていうことに関しても、まあ、死にたいに関してもなんか私的にはね、なんか多分全ての人が一度は思ったことあるんじゃないかなと思ってて、わかんないけど、でもなんか少なくとも1回ぐらいは生きづらいなとか、なんかあ死にてって思うことって多分あるんじゃないかなって。だから誰にでもその共感ってなんかこう持ってるものだと思うんだよね。だからなんかそんなに難しい話でもないのかなって思っていて、ただやっぱ一番の問題点ってやっぱ触れ合うことがないことが私やっぱ難しいのかなって思うんだよね。なんかニュースでさ、例えばさ誰々が日本人が亡くなりましたみたいなニュースとか見てさ、日本人が亡くなったっていうのと誰々さんが亡くなりましたっていう、その誰々さんが自分の友達だったとしたらっていう話でも全然違うじゃん、多分受け取り方が。なんかそんな感じで、なんか知らない人、だからなんかこう共感というか心が動かないけど、それがもしあなたの息子だったらどう思いますかっていう話かなって思っていて、そこまですることかまあそうだね、でもそこまでの想像することでなんかいろんなことのなんだろう、理解、とかっていうのは少しなんか自分事として考えられるのかなっていうふうには
思うかな。うん、うん、なんか別になんか日本全員が共感しろとか理解しろって言ってるわけでは全然なくって、うん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 、ただなんかそういう人たちの力になりたいなって思ってる人がいるのであれば、うん、なんて言うんだろう、そういう気持ちになってくれたら嬉しいなっていう程度なだけで、うん、正味さ全員は難しいじゃん、うん、自分のことで手一杯な人もいるし、うん、そういう人にはさ自分たちが手差し伸べてあげたいわけじゃん、うんうんうん、なんかその循環でいいのかなって思ってて、うん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 、まあ、だからとにかく社会に居場所を求めるんで必要ないぞと、うん、その隅っこでもいいから居場所を作っていこうと、うんうん、そして私たちもその隅っこになれたらいいよねっていうふうに私は思いますけどね。まあそれはその通り本望ですね。うん、なのでなんかこう、まあ、共感と理解って言ってたんだけれども、うん、まあ、私たちも正しい共感ができていて正しい理解ができているのかわからないけれども、うん、それでもなんか少しでも近づけるようになんか頑張っていけたらいいなというふうに、そうだね、はい、思いますね。思いましたね、うん、なんでね、まあ、なんか今後もねこう同じような気持ちの人だとかがこう吐き出せる場所になるだとか、ああ自分もそうですとか、なんか本当に居場所にもし今後が慣れていたらすごく嬉しいなというふうにね、そうだね、はい、思いますし、もっともっと私たちもね共感してもらえる内容だったりをね広めていけたらいいなと思っておりますのでね、うん、そうですね、はい、頑張ります。引き続き光テラス、はい、そして風見静香をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということでね、今日はまたしても千春ちゃんと風見静香2人でねお届けしましたが、また来月もね、はい、来月こそ誰か集まりたいね来月こそね、あのいっぱいみんなの光テラスのメンバーでお届けできたらいいなと思っておりますのでね、はい、はい、また来月も楽しみにしていていただければと思います。はい、はい、ということで今日も光テラスから千春ちゃんが来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
光テラス名言ということで、2020年から始まりました光テラス名言、皆さんの根っこ生きる希望になる、そんな名言をお届けしていきたいなと思っております。今日の名言はこちら、与えられることと失うことは同じ重さらしい。この言葉がですね、星野富弘さんの言葉なんですけれども、星野富弘さん皆さんご存知ですかね、群馬県出身の、詩人であり画家の、方でございます。私がこの方を知ったのはもう小学生の頃です。お母さんが、好きで、本が、よくうちにありました。星野さんはですね、教員になられてたった2週間でしたかね。で、の授業で首から落ちてしまって、それから、手足の自由を失ってしまいます。それからですね、ペンを筆を取りました。それでこう絵を描いて、そこに、同じく言葉を、添えている、そんな作品を書いていらっしゃる方なんですけれども、ちょうど先日星野富弘美術館の方にですね、遊びに行かせていただきまして、この言葉に出会いました。先月ばあちゃんを亡くしたこともあって、すごく落ち込んでいたんですけれども、この言葉と出会ってですね、あ、失っているっていうことは与えられてるっていうことと同じなんだって。だからなんか悲しい悲しいってずっと思ってたけど、それ以上にもっともっと与えられてることもいっぱいあるんじゃないかな。なんかそんな風に思ったら急に私も考え方が変わりました。大切な人を亡くすという経験を初めてして、初めてこの失うということに愛を感じることができました。皆さんの中にも大切な方を亡くされたり、そんな経験をした方もきっといらっしゃると思います。失うということはすごくすごく辛いことかもしれません。でもその反対側には同じぐらい愛だったり、もらってるものがあるんだっていうことを気づいてもらえたら嬉しいな、そんな思いでこの言葉をお届けしました。以上、今夜の光テラス名言でした。この星野富弘会館がですね、実は大阪教育大附属平野小学校の先生と一緒に遊びに行かせていただきました。こちらの学校ではですね、未来創造科というね、新しい教科をね、取り入れて研究をしております。私もですね、その未来創造科にいつもゲストティーチャーとしてね、登壇させていただいてるんですけれども、今回その未来創造科の、研究発表会があって、また、つい先週もね、行かせていただきました。その時に、未来創造科と国語の授業のコラボでですね、なんと風見静香、雨にも負けずな宮沢賢治さんの横に人でいたいだとかね、負けるもんかの歌詞がですね、掲載していただきました。すごくない、あの宮沢賢治ですよ。その他にもこの星野富弘さんだったり、小棚の落書きたっくんことね、北川さんと、私たちの、詩を載せていただきました。今回初めてね、あの歌というよりかはこう詩の部分、私自身歌詞というものはすごく大事にしているものではあるんですけれども、こういった形でこう音楽なしの詩っていうだけでこう人に披露する、人に聞いてもらう、人に見てもらうという経験が今回初めてでですね、子どもたちはこんな風に受け取るんだ、あ、こんな人だなって想像しているんだなとか、なんかこう言葉の凄さもすごく改めて感じたし、そんな風に人って受け取るんだな、あ、風見静香の歌、詩っていうものはさらにもっともっとすごいパワーがもしかしたらあるのかもしれないなんて自分でも驚くような、そんなね、子どもたちからのご意見すごくいただきました。今回その授業の中でですね、私たちはあの実際に、サプライズでね、子どもたちに直接歌を聴かせたりだとか、小棚のたっくんはですね、路上詩人のような形でこうあなたを見て直感で書きますということをやってらっしゃる方なんですけれども、負けるもんかに合わせてね、こう書を書いていただきました。その生のね、生きてる音楽だったり生きてる言葉を、感じて子どもたちがどんな変化があるかという、そんな授業だったんですけれども、もうその変化がすごくて、生きるということがテーマだったんですけど、今回その生きるということをテーマに最初に子どもたちに詩を書いてもらって、私たちの実際の、パフォーマンスを見たい、それからどんな風に変わるかという、そんなね、授業の流れだったんですけれども、私が見に行った時にはですね、もう子どもたちのその吐き出し度合いっていうんですか、私は、私もたっくんもどちらかというとその人に言えないことだったりとか、自分の内に秘めてるもの、なかなか口では言えないけれども、こうやって言葉にしたら、書にしたら書ける、歌にしたら書ける、そんな言葉を私たちも言葉にしている、それを子どもたちも実際にやってくださったのも、一番感動したのがね、ある一人の女の子が手を挙げてね、私も小学校4年生の時に死にたいなって、そんなことを思っていましたって。でも友達とかいろんな人に助けられて今はこんな風に生きれてる自分がいますと、手を挙げてですよ、自らそのことを立って
言ってくれたその子の姿が私は本当に涙が出そうでね。なんかもっともっとそうやって自分の内にあるものって出してもいいんだよって、別にさ誰だってさそういう時ってあると思うんだよね。それをさ言わないでどん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 自分で重たくなってって苦しくなってって、なんか言葉にもできなくなってしまった、私はそんな経験がたくさんあります。だから少しでも言いにくいことかもしれないけれども、別にたくさんの人に言う人はないけれども、一人でもそんな言葉を聞いてくれる人がねいてくれたらいいなと思うので、私はすごくその吐き出すということをすごく大事にしております。今回ねこの国語の授業ではあったんですけれども、その言葉にすること、言葉というもの表現するっていうこと、やっぱりそれって私たちが生きる上ですごくすごく大事なんじゃないかなって思っています。この授業をやってくれた岩崎先生もおっしゃっておりました。普段からねこうやって国語で、言葉を大事にしましょう、友達を大切にしましょうねっていうことを言っているけれども、じゃあ実際に授業が終わった後普段の生活になった時に子供にあ友達にね死ねとか言ってる、それってどうなんですかって、本来授業というものは普段の生活に結びついてるものじゃなくちゃいけないんじゃないか。そんなわけでですね、この未来創造化っていうのはね、もっともっと生きていくことに大切なこと、いろんな人の人生に触れること、ライフに触れることがマイライフになる、そんなことを、テーマにねやってらっしゃる、そんな教科になっています。私はですね毎年あの未来創造化の6年生の一番最後の授業で、講演をやらせていただいてるんですけれども、その私って学校ってまあ私たちの時代がそうだったのかもしれないんですけれども、どっちかっていうとなんか夢は叶わないもの、未来なんて作れないんだよって、なんかそんな風に私は受け取ってしまいました。そんな風に教わってきたなと思います。でもそうじゃなくて未来って想像するんだよ、自分たちで作っていくんだよって、そんな授業を受けてるね平野小の子供たちはねもう言葉が違います。自分たちは未来を想像することができる、いろんな人に力を借りて知恵を借りて新しい自分だったり新しい知識に出会えば必ず未来は実現することができるんだっていうことをね、未来想像を経験してるからこそ当たり前にそんな言葉が出てきます。私はぜひこの教科がですね全国に広まってほしいなって本気で考えています。なのでね、ぜひぜひたくさんの方に興味持っていただければと思います。大阪教育大学附属、平野小学校です。ぜひぜひあの、ね、検索してみていただければと思います。ということでちょっと熱く語りすぎてしまいましたが、私歌を歌っている人でございます。よかったらね風見静香の生の歌も聞きに来ていただければと思います。詳しくはひらがなで風見静香、風見静香で検索するとブログが出てきますので、そちらからスケジュールチェックして会いに来ていただければと思います。そしてねあの風見静香の定期ワンマンライブというのは本当に生というものにすごくこだわっていて、アンプラグドでいつも行っております。特にあのアンプをね通さないその本当の生の声だからこそ、生のギターの音だからこそ届くものがあるんじゃないかな、そのまんまの私を会いに来てほしいな、私に会いに来てほしいな、そんな思いで風見静香のまんまというね、イベントをやっております。ちょうど16日、今月は2月16日が、ライブだったんですけれども、次回がですね、3月8日東京池袋にあります酒場ガブというところで、1時オープンの2時スタートでやらせていただいております。ぜひぜひこのライブ超おすすめなのでね、遊びに来ていただければと思います。その他にもライブ情報いっぱいありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということでもう時間がなくなってしまったので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お相手は生きづらい系シンガーソングライター風見静香がお届けしました。皆様今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。さて明日からもゴシゴシ頑張っていきましょう。やっほい、おわっしょい。